个缘故，所以那个树冠比较树枝比较长，树只有上面有树冠的这种树，那因为能够供给的氧，能够吸收到这个光合作用产生养分的枝条就只有上面的部分，下面它供应不到，所以就变成这种瘦长型的树。ところが野原の真ん中に立っている孤立した状態の木はですね、もう非常に低い枝も光を得ることができますから、低い枝は枯れないで残っております。そうするとその低い枝もから送られてくる栄養でもって幹の根元近くがもうどん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 成長していきます。上からも栄養が送られてくる、下の枝からも栄養が送られるということでですね、背はあんまり高くないけれど根元がものすごく太い、そういう木が、になります。那长在原野的孤立木，它因为整个树冠是形成这种球形的或者是比较大的，因此它的光合作用形成生长成的养分就可以 很近距离的供应它周边的这些枝条，就是直接下半部的这个枝条的营养，因此它整个树木长出来的形成的状态就是非常的。因为都有营养供给到，所以就是很健康的，可以享受到那个养分，不需要往上抽。そういう木はですね、やっぱり根も深く広く張ってることが多くて、かえってその風が強い野原の真ん中に立っている木は風が非常に強く当たりますが、かえってそういう木の方が乾燥には強くてですね、根も広く深く張ってますからね。でかえって森の木の方が風は弱いけれど著しい乾燥が来た場合には、かえってすぐ枯れてしまうということがよく見られます。所以像这种原野孤立木，因为它的根扎得既深又广，所以它能够吸收到土壤中的水分，因此它其实很耐干旱。那可是长在森林中的树木的话，它很高呢，根系不发达，所以其实事实上，如果干燥的气候一来的话，它是会很快的衰弱下去。对。光合成をする能力が高ければ大体健康、低ければ不健康ということになります。そうすると大体森の木は大体不健康で、野原の真ん中の木は健康であるということが大体言えると言えるわけですね。基本上我们可以说、光合作用决定这棵树是否健康。如果光合作用很活泼的树，基本上它是健康的。光合作用不活泼的树不健康。所以，那个森林里面的树，因为它那个光，大家树很多，要争取的光很有限，所以，就这个方面来讲，森林中的树木它是比较不健康的。例えばですね、森の木っていうのは、まあこれ天然林でも。例えば熱帯雨林のような、赤道直下の熱帯雨林であっても、あるいは日本のような温帯地方の森林であっても、あるいはシベリアの森林であってもですね、大体森林の樹木はですね、非常に激烈な光の獲得競争をやっている樹木はですね、大体200年ぐらいが概ねの寿命です。在森林里面的树木，它不管从温带到寒，热带到寒带，因为基本上它就是处在一个很强烈的、很激烈的光的竞争当中，所以基本上它是不太健康。就是它的树龄大概200年左右，最多300年左右就会枯萎死掉。長くてもね、300年でほとんど全部入れ替わってしまう。つまり森はずっとついているように見えてもですね、300年の間には全部の個体が入れ替わっているということが多いわけです。那从外表看，森林好像是世世代代一直延续下去，但是事实上它里面就是大概300年一次会做一些世代的交换。ところが孤立した木、あるいは森の中でもですね、抜群に他の木より大きくなった木、背が高くなった木なんかはですね。十分な光を長期間受け続けることができますから、非常に健康で、例えば日本の天然記念物に指定されるような木はですね、大体孤立した木、1000年を超えるような寿命を持っている木はですね、
ほとんどが森の木ではなくて孤立したところにある木なんですね。相反的，这些孤立木的话呢，因为它可以独享阳光，然后还有独享空间，因此它可以它的树势不但生长得好，寿命也比较长，所以大概可以到达一千年左右。日本的树木也是这个样子。樹形にはですね、そういう寒さとか暑さとか乾燥とか、そういうこと以外にもですね、地形、地面の形ですね、これも非常に大きな影響を与えます。那树形除了树形树势除了受到刚才的比如说自然气候的影响之外，地形也会影响树的形态。またさらにですね、樹形というのはですね、その時その時の例えば森の中の形と、孤立した木、同じ樹種であっても今のように全く形が変わってくるわけですが、その環境によってやっぱりそれぞれ適応した形になってるわけですね。所以即便是树种相同，那长在森林跟长在自己一株一棵树长在原野自己一棵树的这种，即便树种相同，它也会呈现不同的那个外形。这主要是因为它为了它适应环境所展现出来的后的那个结果。森の中の木はですね、お互いに風を遮り合ってますから、もともと風が非常に弱いから。背は高い。背は高いけれども、強い風を受けないから立っていられるわけです。森林中的树木，因为大家互相都长在一起，所以进来的风其实还蛮弱，就是不强。那不强的话，虽然不会挡，但往上抽高，但事实上里面光线的那个量不够，所以因为光线量不够，所以会往上争取那个光。孤立したところにある木はですね、低い枝が残っていますが、その低い枝がですね、普通、地面の方に垂れ下がっていることが多いです。そうするとその木はですね、実はその木が立っていくために非常に重要な、働きをします。那孤立木的话呢，因为它的枝条一般。位置长得比较低一点，而且有时候会下垂，所以为了要站起来，它就会下半部会比较呈现比较那个发达一点，这样它可以挺立起来。例えばですね、こう低く垂れ下がってる枝、低くこうやって垂れ下がってる枝がにですね、向こうから、風が吹いてきます。私の方にこう風が吹いてくる。これ低い垂れ下がってる。そうすると。低く垂れ下がってる枝はですね、こう風を受けるとこういうふうに下がるわけですね。こう上を向いてる枝はこういうふうに曲がります。低い枝はこういうふうに曲がる。こういう上に向いてる枝だけだったら全体がこういうふうに倒れようとするわけだけど、こういうふうに低い枝がでこういうふうに低い枝があると、この枝はこう垂れ下がる。この枝はこう上がるということで。全体がひっくり返るのを逆に抑える働きをするわけです。那孤立木面对强风的时候，因为它的下半面部的枝条有下垂，有一部分是下垂，有一部分是往上挺立，因此当正面受风的时候，它那个风力它会这样子做反应，下面的枝条会往下垂，然后上面的部分它会这样子。所以因为这样它就会产生一个平衡，不会说如果下面的枝条没有下垂的话。它整体受风的时候，就整棵树会往单一个方向倾斜。それからですね、常に一方向、例えば海岸とかですね、尾根のようなところでですね、常に一方向からだけ強い風が吹いているというようなところですと、大体風下側の枝だけが生き残って、風上側の枝はみんな死んでるっていうことが。しばしば見られます。那长在海边这一种地方的树，因为它风是从单方面一边过来的，所以受风的部分的那个枝条它会枯掉。那只有
单方面的枝条会存活下来。で、こういうのもですね、あの力学的な、いろいろ検討いたしますと、風下側だけがこうやって生き残る。例えば私の反対側から風が吹いてくる。こういうふうに枝が、そうすると枝はこういう形で揺れるけれども、非常に全体としては安定した形。那树木虽然是我们看起来它从单方面过来，那树为了保护自己，感觉好像是呈现一种单方面然后抱住的形状。它其实它这个是为了反映风力所产生的一种 自我安定的树形。ところがもしこういう枝がですね、向こうから風がこういうふうに私に向かって吹いた場合、こういう枝はですね、こうじゃなくて逆にこう引き裂かれて折れてしまう。いうことになるんですね。かえってだからこういう枝は一方向からしか風が吹いてこないところではかえって、危険な枝になるわけです。所以这个树如果是受风的时候，它不是自己抱起来，而是往外张开的话，那很快就会倒下来。所以这个是一种树自我保护的这个反应。あの。樹木が毎年毎年年輪成長して太っていきますが、その大体年輪でを作ってどれくらい毎年こう太っていうか上から下までですね全部の総量、これは樹木の光合成能力を非常によく反映しております。那树木每年都会生就是借着年轮的生长告诉我们它有长大。那它到底能够长多少？这个跟光合作用的是不是很活泼，有绝对的相关。ところが、年輪はですね、そう四方八方均等に、成長するわけでなくて、非常に年輪の幅が広い部分と狭い部分というのが一つの断面を観察すると、そういう偏り年輪の偏りっていうのがですね。しばしば見られます。那树木的年轮生长，它是不是很规则的这样一圈一圈的？事实上，经过我们的观察，它不是，我们也发现不是很均匀规则生长的年轮，有些是偏向一边，就是有一些部分距离很近，有一些就是比较距离两个年轮之间距离比较大一点。その年輪の偏りっていうのが実はですね、どのように樹木がその個体を体を維持し、あの風とか傾斜に対してですね、体を支えようかとしている時の力学的な反応のをよく表しております。那年龄的这种偏一边的生长呢，其实它是一种面对树木、面对风以及那个面对风的时候，如何在面对风的时候如何利用自己身体的倾斜，然后来保护自己。这是在树的年轮生长上面也表现出来，就是树对于重力的一种力学上的反应。で、例えばですね、あの針葉樹の場合はですね、こう木がこう傾くと、傾いた側の下向き側の方が年輪幅が広くなって、そしてそこには太い根がこういうふうな太い根が入っていて。でそして体を下から上に押し上げようという力が働いております。啊，比如说像针叶树的话，当它被受风吹，然后倾倒的时候，它受风侧倾倒的这个部分会产生一种曲力，就是会弯下去。可是另外一方面，它的那个根部会往上，就是会更加的生长，借这个力量来让自己的树干挺直。広葉樹の場合はですね、逆にこう傾きますとね、大体傾きの 上向き側の方が年輪が広くなって、ここでそして太い根も傾きの反対側に発達して、体を傾いた体をこうやって引っ張り起こそうという、力が働いている。那阔叶树的话，相反的，它会一种拉扯的力量，
让树往上挺立。那这个拉扯的时候，它这个部分的年轮的距离就会比较大一点。まあ、こういうのをですね、その非常に体を立て直そうとして発達させた材、非常に年輪が偏った材ですが、この部分をですね、当て材、リアクションルートというような言い方をいたします。那受到风的影响所产生的这种反应，然后在树干上面产生的这种变化，我们叫做反应材。でこれ幹だけでなくてですね、枝でも形成されます。例えばこういう針葉樹のこういう枝があると、大体年輪は下向き側の方がずっと幅が広くて、上向きがほとんど成長しないという、そういうような枝を切るとですね、枝の年輪を見るとそういう状態になっているのがよくわかります。那那个反应材的部分呢，除了树干会有之外，树枝上面也会有。比如说，如果是往下垂的树枝的话，它在另一方面就会有往下垂，然后另一方面就有个拉力，希望能够让自己往上生长。で、広葉樹ではですね、やはり大体上向きが、特に股のこの股の部分ではですね、ほと